それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回は常用付き序算の話から入りまして、でユークリッド互助法 の前の段階として、その、まあ、間のいやイデアル その定義の確認ですとか、それからと、まあ、ユークリッド正規の定義の確認をしました。で、今日はそのユークリッド互助法 の、まあ、メインの部分に入っていきたいと思います。テキストは51ページからなんですけれども、まあ、テキストにはいきなりユークリッド互助法のアルゴリズムからの載っておりますが、一応それ以前にその、まあ、ユークリッド互助法 その、まあ、根拠となる定理をとその証明を確認しておくことにしましょう。この定理の括弧で EA って書いてあるのはユークリダンアルゴリズムの略ですので、まあ一応後で識別するために書いたものですから、皆さん適当に書いてください。で、まず定理からいきますけれども、一応もう一つお断っておきますと、まあ、この章でこれから計算する計算というのは、その多項式、一変数の多項式間上で一般にやりますけれども、一応この定理はもう少し基本的な部分で、その整数に関する定理の証明を書いていますが、まあ、大体同じことが一変数多項式間版にも当てはまりますので、まあ、そのつもりで見てください。で、まず、A と B を整数としまして、で、代償関係は、まあ、どちらも0以上で、さらに A の方が B と等しいかそれ以上であるということにします。で、これにまあ対してですね、この A と B に対して常用付きな序断を繰り返すことで、R0、R1 から、まあ、R の、ラムダプラス1までの整数およびQ1 から Q ラムダまでの整数を次のように定めます。まず、R0 は A と置きまして、でそれから R1 を B と置きます。で、でこの次の定義式はこの R2 の定め方なんですけれども、まあ、この式の形から見て分かると思いますが、 R2 は R0 を R1 で割った乗与ですね、そして定義しなさいということです。で、以下これをこの R のインデックスを増やしながら繰り返されます。
で、まあ、i 番目のところではその r の i プラス1という数は r の i マイナス1をあの r の i で割った乗与として定めます。で、あと最後の方なんですけれども、最後から2番目のですね、R のラムダはこのような形で定めると。で、で最後は、R のラムダプラス1が0になるようにします。ですので、最後はその R のラムダマイナス1は R のラムダで割り切れるというところまで、この計算を繰り返します。で、一応この定義でいきますと、このラムダの値の範囲なんですが、一応B の値は0も含まれますので、B が0の時にはこのラムダ、この生成されるラムダの長さは0に、ラムダのインデックスは0で止まるはずで、で、そうか、そうか。B が正の場合には、まあ、ラムダも正の値を取るということが分かると思います。で、この時、まあ、このようにしてその、まあ、定義されるこの R1 から R のラムダプラス1というのをその、まあ、A と B で生成される乗与列というふうによく呼びます。まあ、時々その乗与列という言葉を使いますが、それはこのようなものだと思ってください。で、主張は次の2つがありまして、まず R のラムダっていうのが実は A と B の GCD に等しいと。というのが1つ目の性質 で、2つ目の性質主張としましては、B が正ならば、このラムダの値の常解なんですけれども、
ログ5分のログ B プラス1を満たします。ただし、このファイという数、値の定義をしていませんでしたが、ファイというのは、2分の1プラスルート5という実数です。で、まあ、小数で大雑把に近似しますと、大体 1.62 くらいとなります。で、ちょっと皆さんにお聞きしたいんですが、この2分の1プラスルート5っていう実数、これはある特別な実数なんですが、何ていうか知ってる人いますか？はい。黄金比、そうですね。黄金比です。で、まあ、ちょっと黄金比に関する詳しいことは、まあ、この授業の範疇を超えますので、ここでは詳しくは述べませんけれども、とりあえず、ファイというこの黄金比は、次の二次方程式の根となる数です。ということで、まあ、そうですね、こういうところにそのなぜ黄金比が出てくるかというのも、まあ、ちょっと興味深いところではありますが、まあ、その辺も含めて、これからこの定理の証明について説明していきたいと思います。で、その証明なんですけれども、そのまず一番のこの部分に関しては、実はもうテキストに載っています。で、まあ多分、このユークリッドの互助法自体に関しては、そのもしかすると、まあ、去年のですね、代数入門の授業で触れたかもしれませんし、それから証明自体も多分それほど難しくはないと思いますので、ここでは割愛いたします。ですので、まだ、初めて勉強するという人は、このテキストのですね、5.51 ページの定理 4.15 の、証明を確認しておいてください。で、ここではこの2番目のですね、この証明について説明しますが、2番目はその何に関する証明かというと、この、A と B から生成される常用列の 長さに関してですね、その A と B から、まあ、最大そのどの程度の長さの常用列が生成されるかということを述べたものです。一応、まあ、その2番目の仮定で B が正としておりますので、先ほどちょっと触れましたが、ここ B が正のときは、このラムダ、この乗用列の長さも、まあ、正であるということがあらかじめ分かっております。まず、このラムダが1のときなんですが、
ラムダが1のときは、そうか、不等式は、まあ、自明ですね、成り立ちますので、まあ、ラムダが1のときは OK と。ですので、ラムダがその1より大きい場合を考えます。で、このとき、i が0からそのラムダマイナス1に対して、この定理の証明のために次の不等式が成り立つことを示します。これ、式に星印書いておきますけれども、R のラムダマイナス i、R のラムダマイナス i っていうのは、この R ですから、これは具体的にこの乗与率の要素なんですけれども、この乗与率の要素が、ラムダマイナス i 番目のこの乗与率の要素が、まあ、ファイの i 乗に等しいか、それより大きいということを示せば十分ですので、まあ、これを示せば、その定理の主張が示されるということになります。それはなぜかというと、というのをこれから書きますので、まあ、これを示せば十分だと。で、なぜこれを示せば十分かということをこれから説明しますけれども、i がそのラムダマイナス1のときにですね、i がラムダマイナス1でこれを代入しますと、ラムダマイナス1を代入しますので、R の1を考えてございますね。ここは i がラムダマイナス1のときというのは、R の1を考えてください。で、R の、1というのは、まあ、B だったわけですけれども、これがですね、実は、このファイのラムダマイナス1乗で下から押さえることができます。それは、あ、そうかそうか。だから、ただこれが成り立つと仮定するわけですね。これが成り立つと仮定すると、i がラムダマイナス1のときには、まあ、これが成り立つはずだと。で、ここからですね、その、まあ、この式の、両辺の対数を取りますと、ログ B、まあ、これ単に両辺の対数と取るわけですね。これ右辺、左辺がログ B となって、右辺がログファイのラムダマイナス1倍となって、まあ、こういう不等式になるわけですね。で、まあ、それを変形させますと、あ
とはこの不等式をそのラムダについて、まあ、解くといいますか、ラムダのを どちらかの右辺か左辺か、まあ、どちらかに残すというわけですね。まあ、両辺をログファイで割りますと、こうなりまして、という形で、その、まあ、最終的な不等式を導くことができます。ですので、まあ、ここから先はこの星印のこの不等式をこう示しましょうということになります。ここまでいいですか。そこで、まあ、この星印の式を、まあ、機能法で示します。で、まず、i が0に等しいときですね。i が0に等しいときなんですが、これはR のラムダになるんですけれども、R のラムダっていうのは何だったかというと、この重要列の最後の要素なわけですね。で、これは常に1以上になりますので、そうしますと、まあ、1はファイの0乗、ファイの0乗も1に等しいですから、まあ、i が0のときには、この星印の不等式が成り立っているということが分かります。で、次に i が1のときですね。ちなみに一応断っておくと、この機能法ではその、i に関するその性質を証明するのに、その i マイナス、あ、そうか、i マイナス1と i マイナス2の、まあ、2つ の, それまでの要素を使って証明するんですが、一応、まあ、それが まあ、ある程度見通しがつくように、この i が0のときと1のとき、両方示しておきます。i が1のときは、R のラムダマイナス1となりますけれども、でこの時は、ラムダマイナス1番目 の, 要素ですので、まだこれ R のラムダで割った時の乗与が、正の乗与が存在するわけですね。そうしますと、まあ、少なくともその R のラムダよりは真に大きいですので、 R のラムダプラス1以上であるということになります。で、 i が0のときのその不等式から、この R のラムダは1以上であることを示しておりますので、そうするとこれは2以上であるということになりまして、で、実は先ほどその黄金比のファイの近似値を書いたのはここからなんですけれども、実はこれ2ということですので、このファイの1乗以上では、で下から抑えられるということが分かります。ここまで。もう一回言うと、その R のラムダマイナス1と R ラムダの大小関係は、これまだその R のラムダまではその
ゼロでない常用列ですので、R のラムダマイナス1は R のラムダより C に大きいと。で、R のラムダが1以上ですから、これは2以上である。で、大重い比と比べると、大重いより等しいか強い大きいと。ですので、一応この不等式はその、このようにして、I が0と1のときには、こう、あらわにこう示すことができるわけです。じゃあ一般の場合、一般の場合なんですけれども、R が、2からラムダマイナス1のときですね。で、ここでその、この黄金比 φ というのが、実はこういう二次方程式の根であるということを使います。ですので、この方程式からその φ の二乗というのが φ プラス1に等しいということをこれから使います。これを使いますと、R のラムダマイナス I が、に関して、そのラムダマイナス I とその、1つ先の要素と、それから2つ先の要素の3つの要素の間にこのような不等式が成り立つわけですね。これは何かっていうと、その先ほど上の方にちょっと出ていますけれども、ああそうか、まあ上のようにしてこの乗用列を定義しましたよね。で、乗用列を定義した際に、この小 Q の i っていうのは小なんですけれども、小はここでは必ず1以上の正の値を取っておりますので、そうするとこの Qi がその1より大きければこの不等号ですね、等号なしの形で不等号が成り立つと。で、もし Qi が1のような場合にこの等号が成り立つという形で、そのこれはもうその乗用列の Ri の定義から定義の仕方からこういうことが言えています。で、今度はこの不等式の右辺の方にこの帰納法の仮定を使うわけですね。帰納法の仮定はこちら示すべき値はこちらでしたので、今ラムダマイナス i マイナス1、どっちだ、こっちの、あ、そうか、ラムダがラムダマイナス i よりもその大きなインデックスの方で、まあだから i が小さいときはこのラムダマイナス i はより大きなインデックスなわけですね。ですので、こちらの方に関してこのキノコの仮定が成り立っているとしますので、そうしますとここが π の i マイナス1乗以上であると。それからここが π の i マイナス2乗以上であると。そういうふうに置き換えることができます。で、ところで、
この部分ですね、この部分をあのファイに関して、ファイのべき乗に関してちょっとくくりますと、ファイのこれが i マイナス2乗が共通因子として繰り出せますので、かけるごとの1プラスファイという形になります。で、ところが、このファイの性質から、ファイはこういう方程式を満たすということでしたので、実はこのファイプラス1、1プラスファイか、1プラスファイというのは、これはファイの2乗に等しいということが分かっておりました。ですので、ここをあのファイの2乗で置き換えますと、これ全体が実はファイの i 乗になります。ということで、その帰の法によって、その、まあ、あの、任意の i に対して、この星印の式が成り立つことが示されました。ということですね。これで、その、定理の主張の2番目の、あの証明が終わったことになります。で、ここまでで何か質問ありますか？いいでしょうか。で、まあ、いくつかその注意なんですが、この今あの証明した定理の証明というのは、そのまあ、この R の I ですね、このユークリッドの5乗法で定義される R の I を構成するときに、その R の I が、一番こう要素が大きくなりうる、ね、つまり乗列の長さが長くなりうるときには、そのどういう、そのための条件がどういう条件かということを、こうまあ調べたようなものなんですけれども、言い方を変えると、そのここであの乗用列を定義したときに出てきたこの qi ですね、この小の qi がどのような値のときに、この乗用列の長さが最も長くなるかということをあの調べたことがあります。で、で結果としてその何がいるかっていうと、そのある a と b が与えられたときに、その A と B から生成されるその乗列の長さが最も長くなるときっていうのは、ここでの乗用を計算するときに現れるこの小ですね、小が常に1のときにあの乗列の長さが最も長くなるということが言えるわけです。でちょっとここだけあのこの前科式だけ残して表しますけれども、QI が1のとき。この qi が1のときに乗用列の長さが最大となるという性質が分かります。で、そうしますとね、実はその qi が1のときのその乗用列っていうのが、あの実はちょっと興味深いあの形になっておりまして、その、qi が常に1のときの乗用列っていうのは、実は、皆さんご存知だと思いますけど、フィボナッチの数列になっているということが分かると思います。あの皆さん実際に調べてみてもらえると分かると思います。すなわち、フィボナッチの数列っていうのは、まあ、皆さん計算するときには、まず最初に2つの先頭2個の要素で1と1を用意して、で今度はそれをこう順番に加えていきますよね。1と2を1を加えて2と、1と2を加えて3と、2と3を加えて5と、3と5を加えて8というふうにこうあの作っていくと思うんですけれども、ここではその、フィボナッチの数列の、まあ、ある
ある要素がですね、例えば、この8と5からだと8を A と置いて、5を B と置いて、でそこから乗用列を生成してみましょうということを考えるわけです。そうすると、ここから先は各自計算してもらえると分かると思いますけれども、8÷5 で乗用列を生成していくと、常にその小が1 で余りが、このフィボナッチの数列の前の要素、1つ手前の要素になるような、そういう乗用列が生成されることが分かると思います。まあ、ちょっと面白い性質ですけれども、まあ、こういう形でこの整数の乗用列ですね、ユークリッドのご助法によって作られる整数の乗用列の、まあ、一番長くなりうる組み合わせっていうのを、まあ、このように調べることができます。ここまででしょうか。であともう一つ注意は、この定理はですね、まあ、今回の定理はその、まあ、整数上のまあ、ユークリッドのご助法を説明しましたけれども、まあ、同じことをまあ、対乗の一変数多項式間でも行うことができます。まあ、その際にはユークリッド関数というのを、まあ、ユークリッド正規ではそのユークリッド関数というのを定義しましたけれども、まあ、それはまあ、皆さんよくやるように次数ですね、多項式の次数として定義すればいいわけです。一応ちょっとこれ書いておきますか。まあ、一応ちょっとこれは大事なことなんで書いておきましょう。今これから我々が使うのはこちらの方ですので、まあ、一応書いておきますと、まあ、先ほどのそのユークリッドのアルゴリズムの定理は、まあ、整数上で証明しましたけれども、これは同じようにその対 K の上のその一変数多項式間でも成り立つということを注意しておきます。そこで、ここでその物事を考えるためには、そのまあユークリッドまあ、これユークリッドのご助法をやるためには、その世界がユークリッド正規である必要があって、で、まあ、そこではそのユークリッド関数というのを定義しなければなりませんけれども、一変数多項式間上の、まあ、ユークリッド関数は、まあ、F の次数で定めるということですね。まあ、これは皆さん、その一変数多項式の割り算でいつもやっていることですので、まあ、特にこれ以上説明の必要はないと思いますが、一応こういう枠組みの中で、その一変数多項式、対乗の一変数多項式に対しては、まあ、同じようにユークリッドのご助法を行うことができます。ここまでいいでしょうか。で、一応おまけっぽいですけれども、一応アルゴリズムとしての形もまあ、そちらの方が大事だと思います。そちらの方も大事だと思いますので、このテキストの51ページにあります、そのアルゴリズムの
一応書いておきます。確認しておきましょう。はい、じゃあいきますか。入力。まず入力としては、G が R の原ですね。今、R は、まあ、ユークリッド語上を考えてますので、まあ、ユークリッド正規、少なくともユークリッド正規であるということを仮定しましょう。で、出力は、まあ、R の原 D でして、この R は、D はどういう性質を満たすかというと、まあ、入力である F と G の GCD であると。まあ、こういう D を出力するアルゴリズムです。で、以下、ステップで順番に追っていきますと、まず、その F を R0 に代入します。で、まあ、G を R1 に代入します。それから、まあ、変数 i というのを作って、そこに1を代入します。で、まあ、次が、そのループなんですけれども、加える文がありまして、これは Ri が0でない限りは、次のこのループの中の処理を自由に実行しなさいという指示です。で、Ri はですね、今どういう値かというと、先ほど前のステップで i に1を代入していましたので、1回目のこのここ、1回目にこのカッコ2番の文を実行するときには、r の1が0かどうかというのを調べます。で、r の i が0でない限りにおいてはどうするかというと、これは前回の授業のときに定義した割り算なんですけれども、R の i マイナス1を R の i で除したで、まず除算を行いまして、で、小を qi、それから乗与を R の i プラス1としなさいと。まあ、そういう指示ですね。で、その次に、まあ、i の値を1増やしなさいとしています。一応、まあ、ちょっと書き方の注意ですが、ちょっとここ、字下げしていますけれども、この字下げのところにある、この一連の指示をですね、この、ホワイル文の中で実行しなさいということを言っていますので、注意してください。よく C 言語なんかですと、この、例えばこういうループの中の一連の指示ですね、これをブロックと言いますけれども、C 言語なんかではこのブロックを中括弧でくくるってことを知っている人もいるかもしれません。あとは、最近のですね、このよくある Python とか Ruby といったスクリプト言語では、
そのブロックを指示するのにこの括弧を使う代わりにこのスペースで字下げをすることによって ある決まった文字の字下げをしたところを、まあ、同じブロックとして繰り返しなさいという実行しなさいというふうに指示をする言語もあります。で、3番目としましては、まあ、このファイル文がですね、終わるときっていうのは、この RI がこの0になったっていうときですので、で、最後に、その R の i-1 を、まあ、D に代入しなさいと。で、その D の値を介して、このアルゴリズムを終了します。というわけで、まあ、アルゴリズム自体は、この先ほどの定理をですね、の書かれた計算手順を、まあ、そのまま書いたという程度のものですけれども、一応、まあ、これで、まあ、このアルゴリズムが停止するということについても、一応テキストの中に、まあ、証明がありますので、各自確認しておいてください。ここまでで質問などありますでしょうか。はい、あとそうですね、あとはそのユークリッド誤助法に関するそのいくつかの、例題ですとか、それから演習問題があります。それから52ページに行きますと、2進 GCD アルゴリズム、バイナリー GCD アルゴリズムというのもありまして、で、まあ、これはちょっとやや専門的になりますけれども、まあ、整数に関しては、このバイナリー GCD アルゴリズムによって、その、まあ、計算の効率がさらに大きく高くなるというようなことも知られております。が、まあ、一応、この授業では、まあ、時間の都合で割愛しますので、興味のある人は各自、興味が必要に応じて調べてみてください。はい、では、次にですね、このセクション 4.3 ですね、テキストの52ページの下半分の方にあります、セクション 5.3 の拡張ユークリッド誤助法に進みたいと思います。DX センテッド UVD アルゴリズムといいますが、ある意味、この拡張ユークリッド誤助法が、まあ、この計算基礎学1の授業で、まあ、一番の山と言ってもいいでしょう。でまあ、本来は、この、まあ、坂井先生のテキストにもありますけれども、計算基礎学に関する話題は、他にもその整数論に関連した話題がいろいろありまして、まあ、そちらもまあ、興味深い、もしくは大事な話題がいくつもあるんですが、まあ、なかなかこの授業時間内ではその全部取り扱うのは難しいですので、まあ、僕はどちらかというと、まあ、その多項式の計算の方がより専門領域なので、まあ、どちらかというとその多項式に関連したアルゴリズムの説明に重点を置きがちなんですが、まあ、その中では拡張ユークリッド誤助法というのはまあ、計算代数などでは あるいは整数論においても非常に重要なアルゴリズムの一つですので、まあ、ここは
重点的に説明したいと思います。で、じゃあ何が拡張かっていうことなんですけれども、例えばその皆さん、整数の GCD のことをやったときにですね、まあ、与えられた、まあ、今ですね、その整数 AB が与えられたとして、で、D がその A と B の GCD であるときに、まあ、その時の性質としてあるその整数 S と T が存在して、ちょっとさっきだとの記号と紛らわしかな、ちょっと申し訳ないですが、S と、こちら S と T ですね。S と T という整数が存在して、S 倍の A、A の S 倍プラス B の T 倍が1に等しくないという、そういう性質を満たす S と T が必ず存在するというのが、ごめんなさい、1じゃないですね、これ D ですね、すみません。まあ、A と B が互いにそのときには、この D が1になると。で、それ以外の場合には、A と B の GCD になると。まあ、そういう性質があります。で、実は、このようなときに、この S と T を早く、なるべく早く求めたいという需要が、この整数や多項式のアルゴリズムにおいてはしばしばあります。でそのための方法というのが、これから紹介します拡張ユークリッド助法でして、この拡張という部分はまさにこの今必要とされている S と T をその求めるですね、まあ、もちろん D も求めるんですが、 D を求めつつ、求めながら S と T もこう系統的にシステマティックに求めると、というのがこの拡張ユークリッドの助法です。で多分数学類の人たちは、多くは、まあ、去年ですね、この代数の授業やったときに、ユークリッドの互助法は、ある程度習ったんじゃないかと思います。で、その中で、こういう関係式を満たす S と T の動詞についても、ある程度やったのではないかと思うんですけれども、しかしながら、どうですかね、その、アルゴリズムの形では少なくともやってないと思いますが、やってないですよね。それと、あと、その割と、なんでしょう、この上位列をこう遡っていくことで、こう、アドホックに求めていった面があったんではないかというふうに思います。実は僕は去年ですね、この授業を初めて受け持って、で、皆さんの一つ上の学年たちを受け持ったんですけれども、そこで、まあ、当然、期末試験も初めてだったので、初めて期末試験をして、こう、答案を見ましたらですね、結構僕が想定していたのと異なる答え方をしていた例があります。特にこの拡張ユークリッドの互助法の、この S と T の求め方の段階でですね、僕の想定していた、もしくはこの、ここで説明したアルゴリズムとはちょっと異なる求め方をしている答案が、まあ、一部ありまして、でどれもそれ見てみると同じようなやり方で求めてるんですね。でどうしたのかなと思って、その例えばそうですね、皆さんが2年生の代数で使っている例の代数入門の教科書なんかを見てみると、なんか計算の仕方がだいぶ似てるなという印象を得まして、ですので割とこうなんか2年生の流儀でこういう流儀でこう皆さん
勉強してきたのかなというのは感じられるところがありますけれども、またこれからやるのはそれとはまた異なる形ですね。まあ、もっとちゃんともっと系統的に S と T をズラズラズラっていうふうにこう求めることができるアルゴリズムをやります。で、まずその根拠となる定理から示しましょう。そうですね、テキストにはあまりちゃんと載っていませんので、ここで板書で書きます。まず、問題設定なんですが、最初の問題設定のほとんどは先ほど のユークリッドアルゴリズムの際の定理 EA と同じ設定にしておきます。例えば与えられた数 A と B ですとか、それから、その乗与ですね、乗与列 R0 から R ラムダプラス1、それから小の列、小は9の1か。9の1から、9のラムダ。まあ、こんだけの、ものを定義しましたけれども、これは全て先ほどの定理と同じ設定とします。でそれからそれに付随しまして、S0 から S のラムダプラス1、それから T0 から T のラムダ1プラス1、これでも整数としますけれども、これらを次のやり方で定めます。まず S0 が1、次に T0 が0。で、今度はそのインデックスが1のときで、S1 が0、T1 が1、それから I、これ今度はそのインデックスが2以上の時なんですが、S の I プラス1が、S の i マイナス1マイナス S の i qi。qi はその前に定義した小ですね。で、t の i プラス1は、t の i マイナス1マイナス t の i q の i。で、i は1からラムダの間を動きます。で、この時ですね、次の成り立つというのはこの定理です。
この時以下が成り立ちますということで、1,2,3,4,5,6 と6つの性質があります。まず1番目は、i が0から、ラムダプラス1までに対して、si、a の si 倍プラス b の ti 倍が、ごめんなさい、ri ですね。ri に等しくなると。で特に、i がラムダのときですね。s ラムダの倍の a プラス t ラムダ倍の b イコール、a と b の GCD に等しくなります。で、この最初の性質から言えることは、こういう関係式、これは先ほど一番上のところでは、A と B の GCD の D に対して、上の式のような性質を満たす ST が存在しますということを言っていたんですけれども、実はこの拡張ユークリッドのご情報ではもっと強いことが言えて、A と B の GCD を計算する過程で順々に出てくるこの乗与列の各要素に対してこういう SI と TI が存在すると。しかもその計算はほぼその RI ですね、この RI を計算するのと同じタイミングでできるということを言っています。で、それから2番目の性質としては、i が0からラムダに対して、si かける ti プラス1マイナス、ti かける si プラス1というのが、マイナス1の i 乗に等しくなると。それから3番目の性質としては、i が0からラムダプラス1までの範囲で、si と ti は互いにそうです。それから4番目の性質としては、i が0からラムダに対して、ti と ti プラス1の積ですね。が0以下かつ、絶対値では t の i プラス1の絶対値の方が ti の絶対値以上になるということを言っています。で、ここで言えるのはこの2つの積が0以下ということはその符号がこれ両方とも0でなければ符号が反転するということを言ってますね。その ii プラス1って数に違って ti の符号は
政府、政府の順番で反転すると。で、実は同じことがその SI にも言えまして、これが同じ性質が SI にも言えます。ですので4番目の性質はこの TI の符号とそれから代償関係ですね、代償関係の並びに関する性質を言っています。で次5番目は i が1からラムダ1に対して、r の i マイナス1とそれから ti の絶対値の積が a 以下であると。で、SI に関しては R の i マイナス1かける SI の絶対値の積が B 以下であるということを言っています。まあ、ちょっとこれは分かりづらいんですけれども、まあ、大抵の場合、この R の i マイナス1っていうのはこう1で下から押さえることができますので、そうするとこの TI の絶対値と A の関係、それからまあ、SI の絶対値と B の関係と見ることができます。大体実用的にはそうですね。この TI と SI の大きさっていうのはそれぞれ A や B で抑えられているということを言っています。それから最後、6番目ですが、A がもし正ならば、i が1から i が1からラムダ1に対して ti の絶対値が以下かつ si の絶対値が b 以下です。さらにa が1より大きくかつ b が正ならば、t ベラムダが2分の絶対値は2分の a で抑えることができて、それからあと s ラムダの絶対値は2分の b で抑えることができます。以上、ちょっと長くなりましたけれども、まあ、拡張ユークリッドのご助行に関しては、まあ、このような性質が成り立ちます。で、まあ、結構項目数は多いんですが、一番重要なのは、この一番の一番ですね。この一番だけは、この授業でぜひマスターしてもらいたいと思います。まあ、あとは多分、あとはその次は多分6番あたりはちょっと使えるかもしれない。残りはまあ必要に応じて調べれば良いという感じです。1番は、とりあえずこの授業でマスターしてください。で、ここまで質問などありますでしょうか。はい。じゃあ、まあ、以上ですね、今日は
まあ、ユークリッドのご助行からですね、拡張ユークリッドのご助行のその定理の主張を書くところまでやりましたので、まあ、ちょうど、時間的に気のいいところに来ましたので、次回はこの今説明しました拡張ユークリッドご助行 の証明の部分からですね、始めまして、で、アルゴリズムを説明して、それから、以後、順番にその拡張ユークリッドのご助行の、まあ、応用例について説明していきたいと思います。それでは今週はこのぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。